橋本岳君ただいま議題となりました、労働者協同組合法等の一部を改正する法律案について、その提案理由および内容をご説明申し上げます。令和2年12月、議員立法により、労働者協同組合法が制定され、多様な働き方を実現しつつ、地域の課題に取り組むための労働者協同組合を新たに創設することができることとなりました。 本案はそのような労働者協同組合の事業の健全な発展を図り、持続可能で活力ある地域社会の実現に資するため、非営利性が徹底された労働者協同組合の認定制度を創設するとともに、認定を受けた労働者協同組合に対する税制上の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、労働者協同組合は、その定款に常用金の配当を行わない旨の定め、および解散した場合において、組合員に対し、その出資額を限度として分配した後の残余財産が、国もしくは地方公共団体、または他の特定労働者協同組合に帰属する旨の定めがあること等の基準に適合するときは、特定労働者協同組合としての認定を受けることができることとしております。 第2に特定労働者協同組合に係る特例として、外部漢字の設置、報酬規定等の公開等、常用金の配当の禁止、残余財産の分配等の規定を設けることとしております。 第三に、法人税法において、特定労働者協同組合を公益法人等の範囲に加え、収益事業から生じた所得以外の所得を非課税とする等の労働者協同組合に対する、あ特定労働者協同組合に対する税制上の措置を講ずることとしております。 なお、この法律は一部の規定を除き、労働者協同組合法の施行の日である令和4年10月1日から施行することとしております。以上が本案の提案理由及びその内容であります。何卒ご審議の上速やかにご可決いただきますようお願い申し上げます。以上で趣旨説明の聴取は終わりました。これより質疑に入ります。別にご発言もないようですから、これより討論に入ります。 別にご意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。労働者協同組合法等の一部を改正する法律案について、賛成の方の挙手を願います。賛成<せ>。前回一致と認めます。よって本案は前回一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用を決定いたします。 次に令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金に係る車種押さえ禁止等に関する法律案を議題といたします。提出者、衆議院厚生労働委員長、橋本岳君から質説明を聴取いたします。はい